これで今ケッティもてっちゃんも1勝1敗になったか。そうですね、1勝1敗の人が多いんかな今。大半は1勝1敗ですね。全勝が今んとこゆきちゃんか。そうで全敗があれかヒロさんです。ヒロちゃんか。ただいま。あ、来てるよ2人が。はい、なさい。あ、もう来てる。あ、よかったよかったよかった。4時間遅刻マンもおる。おい、すいません。知ってるでしょ、もうてっちゃんから話聞いたんじゃない。てっちゃんから話聞いた。これは聞いたっすよ。ねえ、なんかボクシングのなんかやるみたいですって聞いた。ざっくりやな。ざっくり。あいつボクシングでもないんよな。そうよ。いや、まあフリープレイ見てなんとなく3、4割ぐらいしか合ってない。前はフリープレイを見てな、勝手に人にそれ言うんじゃねえよ。言ってないよ、誰にも言ってないよ。いや、言ってた。ケッティが、これを作るって言って、今また嘘ついた？また嘘ついたん、今。なあ。多分、なんで嘘ついたん、今。今嘘ついたやん。なんで？なんでな？なんで嘘ついたん？そんな詰められることある？まあ、約束を一回破ってるからね。うん。そうよ。はいかいいえかで答えなさいよ。嘘をつきましたか？ノー。ノーなの？じゃあ、今さっきの説明してもらおうか。あれは、うん、わざとではない。わざとではない。じゃあ何でしょうか。今だって完全に自分で、あー言ってたね。ケッティがって言った瞬間に、あーって言ってたね。言ったわーと思って。ねえ。もうだからでも、はい、そうではないです。じゃあ何やったんですか。なんだろう。すいませんでした。仕方ないですね。基本的に相手が 100% 謝る結果しか見えてない時じゃないと、はい、ジョンさんこんなに押さないぞ。よくわかりましたね。勝ちの決まった戦いを 100% 勝ちに行く男だぞ。俺ちゃんとラッシュ決めるから。最後の最後まで。もうもうそんなことをちょこちょこ言っててもしょうがないんで。そうよ、もうそんなどうだってええねん。みんな画面を見てくれ。簡単に説明しますよ。はい。ファイターを作ります。はい。あさんの格闘技経験を言え。テコンドーやってました。マジ、嘘です。嘘。なんで嘘ついた。もう殺す。なあ、一回大遅刻してよ。何今の嘘。はぁ、あ、ああ、ちょっとカメラ止めろ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。格闘技は許せねえよな。ないです。これはちょっとね。世間は許してくれませんよ。せんよ。おい、授業でやったこともない？な、あ、まあ、空手。おい、また嘘つきやがったやんけよ。空手柔道が出たぞ、空手柔道が。授業でやってたのって。格闘技の経験でしょうよ。違います？経験したことないですか？もう一回聞きますけど。投げられるダミーみたいなもんでしたけどね。なたのそんな気する。ちっちゃいって言ってた。空手と、柔道か。な、もう、あれやん、バランス型でええやん。な。いいんじゃない？うん。バランス型の、今、エンジンと、トップクラスと、オールマイト。オールマイトがおるから、嘘やん、エキスパート？まあ、ええわ。じゃあ、エキスパートで。何のエキスパートやろ、寝坊かな。まあ、どうせ、名前はな、どれ選んでも強そうになっちゃうからな。しょうがないよ。寝坊のエキスパートや。はい、身長と体重を聞いていきましょう。うん、はい、身長は130で。ちっちゃ。小6やん。なんぼよ。159か、そんぐらいですかね。持ってない？大丈夫。いや、どっちかっつうと、下目に持ってます。なんで下目に盛れちゃうの？ちゃんとした数字言え。たぶん160だと思う。なんでちょっと1ミリ、1センチ縮めた。160やってよ。体重は55ですね。お、バッチリですね。
60の55いいね、フライ級や。シーカーさん、あの名字考えといて、はい、名字うん、あの本名でもいいし本名はあかん名字考えてもらってもいいし、あのシーカーさんじゃなくてシーカーさんでもいいし、ダサいてっちゃんはあの鉄人になったから馬鹿にしますそれはね、もうすでに夫婦でね、あのそれをあの モチーフにした人たちがいるんだよ。あ、ダメですか、じゃあじゃあ今は春さんの肩書きを決めようとしてるよ。肩書き決めたやんか、この間なんだっけ、ちびっこギャングみたいなのあったやん。ちびっこギャングあったやん、キッドダイナマイトやとりあえずここまでが基本的な作りで、こっからが何人になるかを決めていくターンや。あ、なんかそのヒゲ生えてるのいいっすね。どれ？今ヒゲはいっぱい生えとんのよ。白いめっちゃなんかサンタクロースみたいなやつ。出た出た、誰しも一度はいじるやつあ、でこれ別にあのプリセットをこれからいじっていくから、はいはいはい、あの白人を選んでそれを黒くすることもできるし、黒人にもできるし、ヒゲないやつをヒゲ生やすこともできるから。あ、なるほど。あと髪型もね、ヒゲもめちゃめちゃいろんなあるから。じゃあ一旦ちょっと肌の色からもう決めちゃうぞ。はい、一番黒いところからだとこうなる。黒どれにしましょういいのか一段階明るいと今配信に映る画面じゃない、肌の色になるけど、もう真っ黒で、はい、大人気黒人ボディ。なあ、やっぱ黒人は人気やで。でかいしな。関係なくない？関係ない。今のところは配信では使わないでおくね。配信で動画やろ。うん。でよ、そう、春さんよ。はい、二段目の。髪のパターンがね、あの100種類以上あるから。そんなあるんだ。そうよ。104種類あるから番号で覚えるんやで、これいいなっていうやつを。ああ、はい、まあもうあのビッときたらもうそれ一発でもいいけど。8番、早っ一応見ていないか見なくていいか8番いいっすね。それいやもうビッときてるんやからそれでええやん。いいか、めっちゃいろいろあるけどさ、もっともさもさとかにしなくていいか。もさもっともさもさあります。ドレッドとかもあるし、もっといっぱいあんねんて。あ、64番、64番、リーゼントやないかお前。あまあ幸いこの席は空いている。64番いいっすね64にそのもんだ、はい、いいだろう。じゃあ64、ジジイなのにえらいリーゼントいやまあヒゲのイメージに引っ張られてるとは思うのよ。エラリーゼント。ちなみにヒゲも一応見てもらおうか。はい、30番見せてもらっていいですか。30番、はい、なんか嘘みたいなヒゲやな、お前顔つぶらってしてるな30番いいな、これこれいいな、これ30番やるよ。いいのか、お前だぞ。なんでそこだけ剃る気になったんっていう気持ちはあるわな全部それや、貼ったヒゲやんこれ。なんで正面だけ綺麗になったんや30番でってよ。あと体の毛も、うん、はい、そう濃かったり薄くしたりとかできるから、濃い体毛の色も変えるし、防御力とかないんよ防御力高そうですね。6番そこで選ぶ。いや別に関節技とか決めたくなさそうじゃないですか生理的にってこと嫌なキャラやな今体っていうか全身毛が白いけど色も決めれるね。そう、白のままでもまあいい感じはしますけど、そのままの全部それでいい。はい、で顔もあの今一度改めて作っていくからちょっと一通り見るぞ。
どのタイプの何人の顔がいいかを選びや。はい。何タイプがいいかを。誰にとかでもいいですか。であれば、まあ、ある程度はな。シュワちゃんみたいな。黒人のくせに何をシュワちゃんに憧れてんの。シュワちゃんみたいな顔。張り出しって何ですかね。顎長くするんですか。そうだね。顎先がこう長くしてみしゃくれるか。いいけど、どんどん下にこう伸びていくのが見えるか。そうそう。100でお願いします。伸ばしてきやがった。おい、なんかもう三日月みたいになってるぞこれ。やばいあれや、石鹸の顔の好きなやつ。そう、お前のコンセプトが決まったな。今この瞬間顔石鹸や。ほな顔やないか。攻撃力高そうっすね。どこで攻撃キスんの。広角上げましょう。広角は上げてほしいらしいね。上げたら笑顔になるだけだが。上げましょう。ええやん笑顔で。全然笑ってなかった。笑ってない。なんで1ミリも笑ってない。多分しゃくれすぎてんねん。しゃくれすぎてて多分顎が全然。下唇なんか、あ、まあまあ遊んでる割には正面から見た顔はそんな悪くないな。ダンディー。シュワちゃんどこ行ったん。もうなんかちょっとネタに走り始めてる気がします。よくないのが来たぞ。あ、いいっすいいっすね。シュワちゃんみたいにしてくれみたいな話がさっきあったんや。一瞬でどっか行ったわ。決してあまりにもちょっといじりすぎ。まあ多分決してなしではない顔ではある。普通よな。なんかやだな、そう言うとあれやけど、なしじゃないんだよ。まあ奇人変人を作るゲームじゃないからなこれ。まあ確かにスーパー奇人変人メーカーではないから。ボディライン、足が長いとか手が長いとか胴が長いとか、体だけ今の自分に寄せてもいいよ。なんかやだな。顔だけこんなんなのに。別に寄せたくなかったら寄せなくてもいい。ゆきちゃんはあくまで例を言ってくれてるだけ。25なんかちょっと。 25? 一番下かな。25はデップリボディだよ。デップリボディの防御力高そうじゃない。その防御力で判断する基準なんなん。体毛といい、どんぐらいみたいな感じだ。ただ幸いにも、はい、この席も空いてる。誰も選んでない。防御力高そうなデザインします。顔の圧がすごいな。まあいいや。で今度はタトゥーなんですよ。はい。どんなんでそれお腹につけませんか、その顔。どれ腹毛しとるやないか。顔って言ってもいくつもあるよ。そうそう、顔系のチェアにしたら OK になるはず。これを肖像画かな。じゃねえんだこれ。あ、そうですね。なんか落ち武者みたいな。あるね。これを赤ちゃんみたいな見えてる。おい待て、これパンツからこんにちはシリーズじゃないかな。お前やパンツからこんにちはシリーズやこれ。おなそれ第2のパンツからこんにちはシリーズで出たなこれ。それいつで、はい、もうシャツ全部隠れるぐらいにしたげえや。首だけでひょっこりはん。あ、いいです。それでいいっす。いくつも入れられるぞ。いくつも入れられるだな。背中もそのバージョンにしましょう。同じでいいの。
はい、ああでも同じでいいですかね。これが令和の両面宿儺。何なんこいつは。何を思ってこうした。ええやん、おしゃれやん。好きなように入れるよ、本当に。数字もあるし。自由やから。おでこに神って入れましょう。でこ神。かぶったな。まさかの。まさかの。それは、あれなんよ。伊豆さんがやってるんよ。伊豆さんとバチかぶりしたな。しかも、でこに出たらリーゼントの下に来るから、あんまり目立たんのよ。あ、ほんまやな。まあでもええんちゃう。まあ、それでええっちゅうね。めくったら出るってことでね。リーゼントをめくるってあんま言わんと思う、ね、でもほら、格ゲーではめくりってあるやんか。違うね。そのめくりとは意味が違うよ。どう考えたって。あとは特にはなんかいいっすかね。いいんだ。はい。お腹のやつ膨張してるな。あ、あれだな。レッカの炎みたいに肩に文字刻みてえな。ダセえ。レッカの炎出てくるあたりダセえ。懐かしいっすね。メルヘブンじゃなくて、レッカの。そう、メルヘブンじゃより、メルヘブンじゃなくてレッカの炎ね。しかも、メルヘブンっていうあたりもアニメの方なんやなっていう。まあええやん。肩に愛国者って入れてあげるやん。もうちょい上か肩っつうから。それで、大丈夫です。今右に入れたけど右肩でよかった。ああ、いいっすよ、はい。両肩も入れるで。じゃあ両肩入れようかな。そんな、もう一個タダでつけれるの、じゃあ喜んでみたいな。そんなノリで。いつでもいけるで。まあ、じゃあ両乳首に赤い丸入れますか。両肩なんかシンプルに下品なリクエストが来たな。シンプルになんかシンプルにあのただ下品なだけのやつ出てきた。ピンク色って入れられますか。赤い丸。おいどうしたどうした急にどうした。ピンク色はないよ。シンプル下品ですね。だからシンプルにただ下品やったな。ハートで入れます。ハート。ハートで入れましょう。ハートで入れましょうじゃねえ。大喜びやん。ちょっとデカめで。ちょっとデカめで。それなんかいいな。追いかぶす感じで。安物の AV やん。その例えもどうなんだ。すげえシンプル下品だ。ザシンプル下品2000。ピンク寄りの色で。売るな。待てなんつった。色はピンク寄りの色でお願いします。あ、ピンクないんよ。 ないねん。もう形だけやねん。しょうがないから赤にしたんだけど。あー了解。すげえな。なんでちょっと不満そうやねん。あー了解っす。何が不満やねん。トランプを勘違いした男だ。ひそかやひそか。よってハートのクイーンやろがい。その入れ墨の上に入れ墨重ねられるんですか。れるけどまた攻める。何する。武者に武者に目ハートモードにしますか。何どこに向かっているんだ。しかも自分のパンツから出てるやつ模写って呼ぶんだよ。その模写の目をハート。赤でいいの。いろんなハートの色があるけど赤のハートじゃないですか。オレンジとかもあるで。両目片目両目で。はい。でっか。どうせ血に染まるんやろうな。血に染まっちゃうんだ。殴られたら血も出るからね。そら食えない。そこもまた。そしてちなみに後ろにも顔があるわけだけど。後ろもやろ。そらでいいのかい。はいはい。
シックスハートも。ちょっと強そうです。なあ、ハートの6やん。ハートの6になった。で、トランプマンじゃん、もう。そうよ。こんなもんでいいか？はい。今年還暦トランプマンやんか。服は着なくていいか？あの、来たらそのタトゥーが隠れるからよ。ブーメランパンツじゃないさ。ないよ。お前格闘技や言うてるやろ。おい、基本を忘れんなよ。泳ぐなよ。ただのお前ここ面白キャラクリエイト会場ちゃうんやよ。分かってるか、戦うんやろ。この後それベーシックベージュいいな。おっさんのパッチやぞ。足まで隠れるタイプ。それなんかもっこり感すごいっすね。形もいろいろあるんよ。うん、めっちゃ目が合う。単純に下品。V ラインがめっちゃ目立つ感じでございます。 V ライン、むかつくわ。 V ラインとか何を考えて V ラインとか言うてんの。こんなに毛もじゃもじゃなのに。なあ、V ラインの意識あるんけって。何が V ラインや。生きんなよ。V ラインっつっただけで、まあ、V ラインのことはわけが分からないけど、あの、多分あなたの望んでる形はバーリテュードだと思う。俺おっさんパンツの方がええけど、おっさんパンツというかバッチの方がええけど。誰もタイトパンツと言わんやん。バリテュードのベーシックベージュ。俺見た瞬間にだって思ったもん。ジジー昔あんなん履いとったなと思う。バーリテュードのベーシックベージュでいいかい？はい。はい。去年死んだ俺のジジー、あんなパンツ履いとったなと思って思い出したわ。一人目にしては早い方じゃない？そうか。やっぱあるかな。そう、でも僕も30分くらいでしたよ。あんただってもうサッカー選手っていう基本があったから。そう。まあ、俺とジョンさんのガイドの仕方もまあ慣れてきたってところもあるんだろう。まあ、あるかもしれんね。